内野ゴロに終わっています。
シーズン絶好調のアーロン・マイルズに現在11試合連続安打を記録しています。さあ1球目空振りか、変化球外側へ、ボールボール外れた、ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントになって低め際どい球、ボール、これは当たりません、ストライク。そして6球目、ここは選んでフォアボール。マイルズよく選びました。今シーズンは好調なバッティングを見せるデレク・リー。まずは一塁牽制、一塁牽制球を送ります。さあ1球目、直球見送ってストライク、一塁牽制、ランナーを警戒しています。第2球はバットの先、ヒットになった、セカンドから一塁送球、リーセンター前ヒットを放ちました。さあこれでワンアウト、ランナーは一塁三塁。ボール、直球外れました、ノーストライクワンボール。さあ1球目ボールから、アウトサイド高め打ちました、手応えは十分か、入ったホームラン、第20号先制スリーランホームラン、2グレーフィールドに飲み込まれていった、スラーブを見事に捉えました、3対0カブス3点先制。そして今カムホーム、バッターアルフォンソ・ソリアーノ、現在打率は2割6分、外側いっぱい決まってストライク。さあ1球目ストライクから、大事な当たり、セカンド掴んだ、ツーアウト、ソリアーノセカンドゴロに倒れました。バッターはマイカ・ホッパワー、現在の打率は2割5分5厘。さあ初球ストライクから、外角へ変化球ボール、変化球膝元外れたボール。さあバッティングカウントから、内角ボールだ、持った、二遊間抜けるラインドライブ、ヒットセンター前ヒットになった、ホフパワーセンター前ヒットを放ちました。さあこれで2アウトランナー1塁、ボール外れました、ノーストライクワンボール。そして2球目、直球ボール、ノーストライクツーボール。そして3球目、打ったバットの先、これはやや上がりすぎたようです。ホワイトマン中手に入った、掴みました、3アウトになりました。ファーストランナー残塁、1回の裏が終わって3対0カブス先制点を挙げています。3点を追いかけます大分、今シーズンは好調なバッティングを見せる庄司、現在の打率は3割2分7厘。変化球ボール、アウトサイドコーナー、ノーストライクワンボール。さあ2球目、おっつけた、掴みました、ワンアウトです。庄司ライトへのフライに終わりました。今シーズンは好調なバッティングを見せるダフ、打った引っ張った、サード掴んだ、大分一瞬にしてツーアウト、ダフサードゴロに倒れました。今シーズン絶好調の今村、初球は初球打ってきた、セカンド掴んだ、大分あっという間にスリーアウトになりました。最後は内野ゴロに打ち取られました。2回の表が終わって3対0カブス、これから攻撃に入るカブス、今シーズン絶好調のアラミス・ラミレス、現在打率は3割飛んで1厘。さあボール1から、ボール外れた、真ん中打ちました、ピッチャー落下点取りました、ワンアウト、菊池ピッチャーフライに打ち取りました。バッターマーク・ジョンソン、現在打率は2割7分3厘。さあワンボールから、作る打った、ワンバウンド、ジョンソンセンター前ヒットを放ちました。さあこれでワンアウトランナー1塁、ボール外れました、ノーストライクワンボール。第2球は1塁ランナースタートを切った、キャッチャー掴んだ、ランナー2塁に進みました。今シーズンは好調なバッティングを見せるアーロン・マイルズ、現在11試合連続安打を記録しています。スクリーン見送ってストライク、さあ初球ストライクから、打った流し打ち、掴みました、3アウトになりました。2回の裏が終わって3対0カブス3点リードです。3点を追いかけます大分、先頭バッターは8番ホワイトマン、現在の打率は2割9分。あっとまた初球打ち、ヒットになった、2塁へ送る、バッターランナー2塁でストップ、大分今日2本目のダブル。さあこれでノーアウトランナー2塁、バッターはメジャー2年目のマット・タップマン、現在打率は2割8分2厘。ツーシーム見送ってストライク、
さあ1球目ストライクから、ボールインサイドわずかに外れた。第3球はスローカーブ、ボールワンストライクツーボール。さあバッティングカウントから、ボールインサイドわずかに外れた、ワンストライクスリーボール。第5球はアウトサイドコーナー空振り、スローカーブは打てません。さあフルカウントから、ここは選んでフォアボール。スタップマン、ここはよく見ました。今シーズン絶好調のイチロー、現在9試合ヒットが続いています。スライダー見送ってボール、二塁へ牽制球を送ります。さあワンボールから、ボール直球外れました、ノーストライクツーボール。アウトサイド高めいっぱいストライク、ワンストライクツーボール。第4球はツーシーム打った、ブラッドリー掴みました。イチローセンターライナーに終わりました。今シーズンは好調なバッティングを見せるリュウ、メジャー通算二塁打350まであと2と迫っています。これが2打席目になります。さあワンボールから、インサイド引っ張った、ファースト掴んだ、一塁転送、判定はセーフ。今シーズンは好調なバッティングを見せる山本、ボール直球外れました。さあボールワンから、ボール外れました、一塁へ牽制、ボールスローカーブ外れました、3つ連続で外してきました。一塁へ牽制球を送りました、一塁へ牽制球を送りました、外れた、フォアボール。これで全ての塁が埋まりました。この場面で広角打法のバッター大谷、現在シーズン本塁打数2位につけています。今日2打席目、さあ1球目空振りからストライク、アウトサイド厳しい球、ツーストライクノーボール。低めの球打った、ブラッドリー落下点に入ってスリーアウトです。3回の表が終わって3対0、カブス3点リードは変わりません。これから攻撃に入りますカブス、今シーズンは好調なバッティングを見せるデレクリー、今日2打席目ボール。さあ2球目打った、バットのやや根元、サード取った、ワンアウト。リーサードゴロに倒れました。今日全打点を叩き出しているミルトン・ブラッドリー、前の打席は先制スリーランホームラン、これが2打席目になります。さあボールワンから打った、引っ張った、サードライナー、ツーアウト。菊池サードライナーに打ち取りました。続くバッターはアルフォンソ・ソリアーノ、現在の打率は2割5分9厘、ストライク、アウトサイド厳しい球、初球まずは入れてきました、ワンストライクノーボール、決まったストライク、ボール1つ外した、外角高め打ちました、ホワイトマン掴みました、スリーアウトになりました。最後はセンターフライに倒れました。序盤3回を終了して3対0、ゲームは中盤4回に入ります。今シーズンは好調なバッティングを見せる庄司、第1打席はライトフライ。さあ1球目高めいっぱいストライク、まずは初球決めてきました。さあ2球目アップアンドイン空振り、もう追い込んでいます、ボール1つ外した、追っつけて打った、伸びる、なおも伸びる、ホームランです、ホームランが出ました。全く当たり
対1、ザンブラーノ、ここまできっちり3安打ピッチングが続いています。これから攻撃に入ります。カブス、この回の先頭バッターはバイカ・ホフパワー。現在打率は2割5分8厘。さあ初球ストライクからアウトサイド打った。ワンボール。さあ3球目。1球外してボール。ボール、スクリュー外れました。ホフパワー、よく選んでいます。さあ平行カウント。空振り三振。まずは三振に切って取りました。バッターは福留孝介。現在4試合ヒットが続いています。インサイドコーナー空振り。さあ初球空振りから流し打ち、どうだ。レフト取りました。ツーアウトです。菊池レフトフライに打ち取りました。そして次のバッターはアラミスラミです。現在打率は2割9分7厘。ファースト掴んだ、一塁ベースを踏んでアウト。カブス、あっという間に3アウトになりました。カブス、またしても三者凡退に終わっています。4回の裏が終わって3対1カブス2点リードです。大分、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番バットタップマン。これが2打席目になります。外れた、ボール。さあボール1からアウトサイド空振り。ストライク決まった。内角打った、セカンド取れない、センター前に運んでヒット。一塁はセーフ、タップマンセンター前ヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー一塁。初球打って出た、センター掴みました。一郎センターライナーに終わりました。今シーズン絶好調のユー、メジャー通算二塁打350まであと2と迫っています。現在打率は3割4分2厘。二塁タッグアウト。そして2球目、インサイド空振り、早くも追い込んでいます。そして3球目、インサイド引っ張った、ファースト掴んだ、一塁ベースを踏んでアウト、スリーアウトです。5回の表が終わって3対1カブス2点リードは変わりません。カブス、この回の攻撃はラストバッターから始まります。今日ヒットを放っているバーク・ジョーソン、これが2打席目になります。さあ初球空振りから、スクリュー見送ってボール。打った、引っ張った、ライト落下点掴みました、ワンアウト。菊池ライトフライに打ち取りました。今シーズン絶好調の田口壮、今シーズンすでに2本の満塁ホームランを打っています。さあ2球目、スクリューに送ってボール、ワンストライクワンボール。外のボール球つかっ、ショートの頭の上越えていった、田口レフト前ヒットを放ちました。さあこれでワンアウトランナー1塁。今シーズンは好調なバッティングを見せ、アーロン・マイルズ、メジャー通算2塁打100まであと6本です。現在11試合連続安打を記録しています。一塁へ牽制、一塁へ牽制球を送ります。ランナーを警戒しています。かなりランナーを気にしています。さあ1球目ボールから、スクリュー打った、セカンド取った、一塁はどうか、一塁マウント、ゲッツ、スリーアウトになりました。前半5回を終了して3対1カブス2点リードです。試合は後半6回に入ります。今日ダブルを放っている山本、レフトポール際入りました、ホームラン、ホームランです。第13号ソロホームラン、リグレーフィールドに飲み込まれていった。初球を完璧に捉えました。今ホームラン、現在シーズン本塁打数2位につけています。これが3打席目になります。初球打ち、ブラッドリー交代、これはヒットになります。大谷二塁でストップ。大分、今日3本目のダブル。さあこれでノーアウトランナー二塁。前の打席はホームランの庄司、現在シーズン本塁打数5位につけています。一打同点のチャンス、あっとまた初球打ち、ショート掴んだ、二塁タッグアウト、セーフ。バッターはダン、まずは一塁先制、
初球ストライクから、ツーシーム打った、ショート掴んだ、二塁へ、記録はエラー。バッターは広角打法を得意としている今村、一打逆転のチャンス、スプリット打った、二遊間ライナー破っていった、ヒットになります、センター前、二塁セーフ、今村センター前ヒットを放ちました。さあワンアウトから逆転のランナーが出ました。初球打ってきた、飛びついた、二塁は一塁は置いた、追いつきました。前の打席でヒットを放っているバットタップマン、一打勝ち越しのチャンス。まっすぐに送ってストライク、第2球はアウトサイドをつけた、ライト線フェアになった、スリーアウトになりました。6回の表が終わって3対3、大分この回2点返して同点としています。これから攻撃に入ります。カブス、今シーズン絶好調のデレクリール、現在の打率は3割飛んで9厘。さあ2球目、ボール、ノーストライク2ボール、スラーブ見送ってストライク、第4球はスクリュー打った、ショート掴んだ、ワンアウトです。リー内野ゴロに倒れました。ギリギリいっぱいストライク、さあ初球ストライクから、直球打った、どうだ、これはいったか、いったか、場外へ消えた、第21号ソロホームラン、ブラッドリー今日これが2本目のホームランです。ストレートを見事に捉えました、貴重な一発を放ちました。そして今ゆっくりとホームイン、バッターアルフォンソ・ソリアーノ、現在打率は2割5分8厘。ここでタイムです。大分ピッチャーを変えてきます。トムコ今日2番手としてマウンドに上がります。初球打って出た、さらに伸びる、伸びていった、場外へ消えた、第17号ソロホームラン、バックトゥーバック2者連続ホームラン、初球から狙っていきました。お台さんカブスリードを2点に広げました。今ゆっくりとカブホー、バッターはマイカ・ホフパワー、今日3打席目、まずは1球目、シュート打った、ショート取った、ツーアウト、ホフパワー内野ゴロに終わっています。バッター福留孝介、現在4試合ヒットが続いています。外側いっぱい決まってストライク、さあ1球目ストライクから、スライダーに送ってストライク、2ストライクノーボール、そして3球目スライダー打った、ショート取った、スリーアウトになりました。6回の裏が終わって5対3カブス2点勝ち越しです。試合の終盤7回に入ります。今シーズンは好調なバッティングを見せるイチロー、今日はここまで3打数ノーヒット、現在9試合ヒットが続いています。真ん中低め決まってストライク、さあ1球目ストライクから、緩いカーブ見送ってボール、ワンストライクワンボール、第3球は外角打った、セカンド取った、ワンアウトです。イチローセカンドゴロに倒れました。今シーズンは好調なバッティングを見せる龍、メジャー通算2塁打350まであと2と迫っています。今日4打席目、高く跳ね上がりました。さあ初球ファウルから、これはボール、ザンブラーノ今の投球でちょうど70球目になります。空振り、ピッチャー追い込んだ、スローカーブボール、龍よく選んでいます。さあ平行カウントからアウトサイド打った、センター取りました、ツーアウト、リュウセンターライナーに終わりました。まっすぐ見送ってストライク、さあ初球ストライクから、流し打ちどうだ、ワンバウンフェンスに跳ね返った、二塁オフ、打ったバッターは二塁でストップ。さあこれでツーアウトランナー二塁。今日ダブルを放っている大谷、現在シーズン本塁打数2位につけています。さあ1球目、
でストライクからアウトサイド絡めた。センター落下点取りました。スリーアウトです。7回の表が終わって5対4、大分あと1点を追いかけます。これから攻撃に入ります。アブス、この回のトップバッターはアラミスラミです。現在の打率は2割9分3厘。外角外れたボール。さあ1球目ボールから、シュート打った、伸びる、なおも伸びる、入った。第5号ソロホームラン。イグレフィールドに飲み込まれていった。シュートを見事に捉えました。6対4カブス、リードを2点に広げました。今ゆっくりとカブホー、今日ヒットを放っているマーク・ジョンソン、現在打率は2割7分6厘。低め見送ってス
さあバッティングカウントになって、インサイドコーナー空振り、スローカーブが打てません。さあ平行カウントから、スプリットはボール。ブラッドリーよく見ています。次は6球目、スライダー見逃し三振、バットが出ません。前の打席でホームランを放ったアルフォンソ・ソリアーズ、今日はここまで3打数1安打、これが4打席目になります。決まった、ストライク。さあ初球空振りから、空振り、早くも追い込みました。さあ3球目、落差のあるファウルボール、空振り、ストライクカウント。最後は空振り三振に倒れました。8回の裏が終わって6対4カブス2点リードです。ここでタイムがかかります。カブスピッチャーを変えてきます。ボーディン今日3番手としてマウンドに上がります。そして2球目、直球打った、セカンド取った、アウト。